トロイの木馬。パニック、イン、マガジン。はい、カレッジレディオジャパン、略して CRJ 委員会会が発行しておりますフリーペーパー、パニックインマガジン、略してPIMの編集長の東くんです。どうもこんばんは。どうもこんばんは。はい。僕はね、最近ね、AM のラジオでね、シドルミちゃんっていうね、出てるんですよね。アイドルの女の子と番組やってんだけどね、あの子はね、去年出してたシングルでね、パニックインマイルームっていう曲があったんだけどね、そういえば。ってことをふと思い出しただけです。はいはい。それで、手元にあるのは？はい。これパニックインマガジンの何号ですか？これ。8号ですね。あ、もう8号になるんだ。うん。この番組で始めた頃、うん、6号が出る出るって言ってた頃から、ね、今年始まったわけですから。ね、どんどんテンポが速くなってね。そうですね、ちゃんと隔月で出すようになって、今回はほら、先週も言いましたけど、はい、表紙がカラーになって。カラーになってね。うん、これ、学生が描いた絵なんですよ。ね。すごいね。うん。本当のイラストレーターの絵みたいなね。で、表紙だけじゃなくて中もカラーページがあるんですね。そうですね。特集のワンステップビヨンドっていうところ。ほとんどカラーにする意味ないようなカラーページですよね。いや、だから表紙とね、裏の広告が、表紙の広告がカラーにできるから、で、それだとね、この真ん中のページもカラーにできるよって、ね。それを意識して作ったわけじゃないから、ね。でもせっかくカラーページなんだから、カラー写真とか使えばいいのに。いや、それをね、直前になって聞いたもんで。あ、そうかそうか。いや、でも白黒の写真にこそね、いい味っていうのもあるじゃないですか。それは白黒ページにはね。いや、でもカラーのページでも。カラーのページに白黒写真があるのがまたいいんですか？いいんですよ。なるほどね。はい、というトーンでね。今回その真ん中のカラーページにね、いつものようなそういう音楽的なことばっかりじゃなくなんかくだらない、そうですよ、ゲームみたいなコーナーがあるんですね。うん、これは東くんが作ったんですか？これみんなでね考えて、うん、ティムのね編集部のみんなとみんなで内地へ絞って、そうっすよ、なかなかまあ面白いね、軽くやれるね、遊びとしては、ね、いいんじゃないかということで、これでね、友達と喫茶店で待ち合わせしてる時の、ほんの10分、15分をね、潰すためにもぜひね、それで十分ですよ。ええ、そういうためにこそこのパニックインマガジンを皆さんも手にしてほしいですね。これはどうやったら手に入るんですか？これはとりあえず、全国133のレコード店、全部まあ、ね、名前を挙げることはできないですけど、はい、一応北海道から鹿児島あたりまで、はい、それとディスクユニオンが最近、チェーンとしてレコード屋さんね、はい、置いてくれることになって、はい、あとはねそれ以外で見つからなかった人はもう、こちらにお便りをくださるしかないですね。そうそうそう、はがきくれればもう確実に送るんですね。これそうですね、送料とかいらないんでしょ。はい、ただで、はい、ただで送るんですよ。そうなんです、皆さんもどんどんお便りくださいね、先は後で言います。はいはいはい。で今日ね、はい、紹介するバンドはですね、あれ今日はゲストいないんですか？ゲストなしです。なんで最近ゲスト嫌いになった、ちゃんとはフィブのコーナーだから、フィブの内容とか正確にね、説明しないと、はがきが来ないじゃないですか。あ、そうだよね。ちょこっとだけ終わりの30秒で言っても。あ、そうかそうか。ね、本当はゲストを呼ぶと自分の出番が少なくなるからね。そんなことない。そんなことないの、はいはい。今日の紹介するのは、先週福岡行ったっていう話して。あ、しましたね、うん。で、その福岡でもう一個買ってきたね、CD なんですけどね。あ、福岡でやっぱり福岡でしか活動してないバンドの CD とか売ってるわけだ。そうです。とりあえず、東京ではま、東京進出してなくて、うん、福岡のまたこれもボーダーラインっていうね、インディーズのレベルショップ、あ、ショップか。のチェーンがあって、そっから、出してるね、ははは CD。で、そのバンドと、CRJ チャートに入っててね、結構頑張ってるヒートウェーブっていう、これも博多出身のバンドがあるんですけども。それはもうメジャーだよね。そう、メジャーで出してるんですけども。うん、で、そのバンドが二つなんかね、聞いてみたら、出身も同じだし、なんか音楽的スタイルも、似てるんじゃないかなっていうことでね。まあ、明太ビートっていうのはね、どのバンドもまあ、それぞれ共通点はあるんだけど。違う、これ明太ビートじゃないですよ。違うの？どういうかね。アコースティックな感じの。あ、そうなんだ。へぇー。ヒートウェーブって聞いたことないですか？俺知らないです。不勉強です。すいません。ごめんなさい。うん。だから。そういう明太ビートじゃなくてちょっとアコースティックっぽい感じ。そうそうそう、うん。
そういうバンドが博多にも結構いるもんだと。そうですね。だから先週紹介したバンドとかもそうですし。うん、そうか、そうか。そういう点で、まあ似てるということで、比較してかけてみたら面白いかなと思ってね。うん、で、このヒールズっていうのは、そっちはインディーズの方ね。インディーズの方で。はい、で、その後もう一個ヒートウェーブっていう。うん、ヒールズっていうのはどういうバンドなの？ヒールズは85年頃結成されて、うん、4人組のバンド、うん、で、そうですね。今もやってんの？今もやってて、だからこれからね、うん、多分、うん、東京にも出てきて、ライブツアーもやるっていう情報も、聞いてるんで、うんうん。あ、まあ、向こうではある程度人気はあるわけですね。そうですね。ちゃんと活動しててね。うん、そうか、そうか。だから、これからブレイクするんじゃないかなっていうことね。うん。で、ヒートウェーブってのはもうブレイクしてるの？は、してないんですけども、結構評価は高いバンドだという。あ、そうか。CRJ のチャートでは特に評価が高くて。でも、そのヒールズが東京に出てきて活動を始めちゃうと、そのヒートウェーブと同じようなバンドってことで、お互い客を食い合って、どっちも、友倒れっていう。友倒れ、うん、こともない、なきにしもあらずかもよ。うん。まあね。うん。でも本質的にスタイルが、僕はちょっと似てるなっていうことであって。ああ、うん。そうか、そうか、そこまで心配することもないか。そうですよ。両方頑張ってくれるといいのになっていう、うん、そうそうそうですからね。はい。じゃあ、東君の方からその2曲を紹介していただきましょう。はい、先に、ザ・ヒールズで、Pain in My Heart。これがザ・ヒールズですね、はいはい、ヒールズかヒールズ、Pain in my heart ですね、うん、私の心の痛みということですね。そうそうそう、はい、うん、で
その後ね、はい、すぐじゃあヒートウェーブの、はい、On My Way Home 聞いてもらいましょう。はい。ヒートウェイブで On My Way Home でしたね、
そんな似てるってほど似てるわけじゃないけど、まあ、フィーリングがね。うん、感じがね。感じがね、ちょっとね。どことなく。まあ、なんちゅうの、カントリーっぽいとか、あの、70年代、初頭のアメリカのロック的な感じありますね。うん、そうですね。バーズとか、ザバンドとか、ね、うん、そんな雰囲気のバーズみたいな。そうそう。こういうバンドも、博多にはいるもんだと。うん。まあね。スカッとね、なんか、トラックの後ろに乗りながら、うん、北海道とかこういうの聞きながらね、走ったらいいんじゃないかなと。ああ、なるほどね。そういうのをちょっとやってみたいですね。そうですね。まあ、北海道に行こうか、今度ね。いや、僕ね、行きますからね。いや、僕行きますからってなんだそれ。夏休み遊びに。あ、単に旅行でしょ、それは。いや、僕らもさ、北海道の音楽仲間に会いにさ、またこの番組のイベントとかを、ね、企画してね、行こうよってことを言ってんだよ。秋に。俺はね。秋に。いや、それは、冬がいいんじゃないかなって。スキーできる時期ね。あ、それとトラックとか乗れないか。乗れない。冬だね。わかりました、はい。そういったわけで、アズボ君からパニックインマガジンを欲しい方へのお知らせです。はい、郵便番号100番、東京都千代田区永田町 2-4-8、プランニングコスタ内、CRJ 委員会、ティム欲しいの係まで、どんどん送ってください。はい、今回こそは、多分、きっと面白いんじゃないかと思いますが、よくわかりません。パニックインマガジン第8号、どんどんね、お便りください。パニックインマガジンでした。トロイの木馬。